キューティコップは2015年にアメリカ合衆国で公開されたコメディ映画である。監督はアンフレッチャー、主演はリース・ウィザースプーンとソフィア・ベルガラが務めた。本作は日本において劇場公開されなかったが、2015年9月16日にワーナー・ブラザースが本作の DVD 及びブルーレイディスクを発売した。サンアントニオで警察官として働くローズ・クーパーは、 気まじめすぎる性格であった。市長の息子が酔っ払って助手席取ったと叫んだ時、彼をスタンガンで気絶させてしまうなど、その性格によって失敗することが多かった。クーパーの名前はドジッコの代名詞として使われることすらあった。現場に不向きな性格であるがゆえに、クーパーは証拠の管理の任に当たっていた。ある日、何を思ったのか。 クーパーの上司であるエメットは彼女に極秘任務への参加を命じた。その任務とはフェリペ・リバとその妻であるダニエラの警護であった。フェリペはダラスの裁判所で麻薬カルテルの犯罪を立証するための証言をすることになっていた。クーパーが目を離した隙に護衛とフェリペは殺し屋によって殺害されてしまった。襲撃時に2階にいたダニエラはスーツケースを片手に脱出しようとしたが、 その際、クーパーに手錠をかけられることとなった。逃走中の二人は、ディクソン刑事とハウザー刑事を見かけたので、二人に助けを求めようとした。しかし、クーパーが二人の腕に入っているタトゥーと殺し屋のタトゥーが一致していたことに気がついたため、嘘をついて二人から逃げ出した。夫の代わりにカルテルを告発する覚悟を決めた、ダニエラは、クーパーと共に、ダラスへと向かうことにした。 カーラジオを聞いていた二人は自分たちが指名手配犯扱いになっていることを知った。その途中乱暴な運転をするトラックがクーパーの目に止まった。よく見るとそのトラックは白い粉を道路に撒き散らしながら走っていた。その性格ゆえにいかなる犯罪も見逃せないクーパーは逃走中であるにもかかわらずトラックドライバーを操作しようとした。そこへ殺し屋たちがやってきたため、 クーパーとダニエラは慌てて逃走する羽目になった。トラックに飛び乗った二人ではあったが、そのトラックがどこに行くのかはわからなかった。そこで、クーパーはドライバーが休憩している隙をついて、そのトラックを拝借することにした。エンジンをかけるのに手間取っていると、そこにドライバーであるレッドが拳銃を持ってやってきた。ダニエラは自分一人でも逃げるつもりだったが、クーパーを見捨てることができなかった。 窮地を脱するため、二人は自分たちが、レズビアンのカップルであるかのように装った。二人が、お互いを愛不し合う光景に興奮したレッドは、誤って自分の手を拳銃で撃ってしまった。クーパーとダニエラは、レッドのトラックを盗み、ダラスへの道を急いだ。クーパーが、自分のリゴリスティックな性格が原因で恋愛もうまく、いかないなどと愚痴をこぼしていると、突如として、 トラックの荷台から音がした。行転した二人が荷台を調べたところ、そこで見知らぬ男性が寝ていた。その男の名前は、ランディと言った。ランディは妹に暴力を振るう男をボコボコにしたため、犯罪者として追われていた。クーパーが上場借量を取り付けることを条件に、ランディは二人の逃走に協力することとなった。クーパーに好意を寄せるランディを見て、 ダニエラは一安心するのだった。順調に見えた二人の逃走劇だったが、ダニエラがクーパーのメモ書きを見てしまったために、二人の信頼関係にひびが入ることになってしまった。2014年5月12日、本作の主要撮影がルイジアナ州ニューオーリンズで始まり、約2ヶ月間にわたって撮影が行われた2015年2月12日、 本作のファーストトレーラーが公開された。2015年5月8日、本作は全米3003巻で封切られ、公開初週末に1 3 9 4万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場2位となった。本作は批評家から国評されている。映画批評集積サイトのロッテントマトズには159件のレビューがあり、批評家支持率は7%。 平均点は10点満点で3.1点となっている。サイト側による批評家の要約は、金切り声が響くばかりで面白くない。キューティコップはリース・ウィザースプーンとソフィア・ベルガラの奇妙な組み合わせによるケミストリーを示す絶好の機械をパーにしたとなっている。また、メトクリティックには36件のレビューがあり、過重平均値は31、1 0となっている。なお、 本作のシネマスコアは C となっている。本作は2015年度のティーンチョイスアワードで4、部門にノミネートされたが受賞には至らなかった。英語のショットガンにはショットガンの他に助手席の意味がある。ありがとうございます。